アリー・イブン・アビー・ターリブ。アリー・イブン・アビー・ターリブ。600年。頃から661年1月27日は、イスラーム教の第四代政党カリフ。在位656年から661年。同教シーア派の初代マーム。預言者、ムハンマドの父方の重帝で、母も、ムハンマドの父のいとこである。後に、ムハンマドの養子となり、ムハンマドの娘。 ファーティマをめとった。ムハンマドがイスラム教の布教を開始したとき、最初に入信した人々の一人。直上の人で人望厚く、武勇に優れていたと言われる。早くから、ムハンマドの後継者とみなされ、第三代政党カリフのウスマーンが暗殺された後、第四代カリフとなったが、対抗するムアーウィアとの戦いに追われ、661年にハワーリージュ派によって暗殺される。 後に、アリーの支持派はシーア派となり、アリーはシーア派によって、初代イマームとして、ムハンマドに勝るとも劣らない損数を受けることとなった。アリーとファーティマの間の息子派さんとフサインは、それぞれ、第二代、第三代のイマームとされている。また、彼らの子孫はファーティマを通じて預言者の血を引くことから、スンナ派にとっても、サインードとして損数されている。アリーの母病は、 イラクのナジャフにあり、カルバラーと共にシーア派の重要な聖地となっている。アリーは預言者ムハンマド同様、マッカ、メッカの暗い種族のハーシム家に属す。祖父はムハンマドと同じくアブドゥルイコールムッタリーブで、父のアブーターリーブはムハンマドの父、アブドゥラーの同母弟である。つまりアリーはムハンマドの父方の重弟にあたる。また母もムハンマドの祖父の命であった。 アリーは、西暦600年、いし602年頃に、マッカ、メッカで誕生した。場所は、父、アブーターリブの家であったという説と、カーバ神殿内であったという説がある。日付は、ラジャブ月、イスラーム暦の7月の13日と伝えられる。伝承によれば、母のファーティマ・ウィント・アサドははじめ彼の名を、ハイダラ,ラ、シシと名付けようとしたが、父のアブーターリブがそれを退けて、 アリー、高貴な人という名を付けたとされる。また別言によれば、ファーティマは、ハイダラ、アブータリーリブは、ザイドという名を考えていが、誕生を祝いに訪れたムハンマドが、アリーと命名したという。アリーが5歳の時に、アブータリーリブ一家が急防に陥ったため、彼は、ムハンマドとハディージャの夫婦に引き取られて、養子として育てられることになった。610年頃にムハンマドは、 アッラーの啓示を初めて受けたという。この時アリーは、ムハンマドの妻ハディージャに次ぐ2番目の信者として、イスラームを受け入れたとされる。以後アリーは、ムハンマドと共に、イスラームの布教に努めるが、ムスリムたちは度重なるマッカ市民の迫害により、622年に、マディーナ、メディナへの亡命、ヒジュラを強いられる。 ムハンマドがマッカを出発する頃にはすでに事態は切迫しており反対派は彼の殺害計画を練っていたアリーはムハンマドがマッカを脱出した夜視覚を欺くために身代わりとしてムハンマドの床に横たわったやがて暗殺者たちが現れたが彼らはムハンマドの不在を知ると失望しアリーに危害を加えることもなく去ったアリーは ムハンマドの指示によって、その後なお三日間にわたって真っ赤にとどまり、ムハンマドが知人から預かっていた金をすべて生産してから、マディーナへ向かったという。ヒジュラ後、アリーはムハンマドの片腕として、教団の運営やジハード、聖戦に携わった。特に戦場における活躍は目覚ましく、アリーはバドルの戦い、ウフドの戦い、ハンダクの戦いで、次々に、 敵側の名高い勇士を倒し、ハイワルの戦いでは、イスラーム軍の誰も落とすことができなかった、ハイワルトリデを陥落させるなど、優勝としての名声を次第に高めていった。ムハンマドは632年に没し、ウンマは最初の危機を迎えた。そこで、ムハンマドの晩年の妻、アーイシャの父、アブーバクルが、選挙。 ムスリムの合意によって指導者に選ばれ、アッラーの首都、ムハンマドの代理人を意味するカリフ、ハリーファを名乗った。アリーも、ムハンマドの後継者の候補であったが、若年を理由に外されたと言われている。アラビア半島のアラブ人の統一を達成した、アブーバクルは634年に病死し、ムハンマドの妻の一人ハフサの父ウマルが後継者に指名された。ウマルは、 中央集権的なイスラム帝国を築き上げ、642年のニハヤバンドの戦いでサーサーアン・アサを滅亡寸前に追い込んだが、644年に奴隷に刺されて重傷を負い、死の床に有力者を集めて後継者を選ばせ、絶命した。この時の後継候補にはアリーも含まれていたが、後継カリフに選出されたのは、ムハンマドの二人の娘ルカイアとウンムクルスウムを。 妻とていたウスマーンであった。ウスマーンは、六百五十年頃に、クルアーン、コーランの聖典、ウスマーン版を選ばせ、六百五十一年にサーサーン、朝を完全に滅亡させるといった功績を挙げた。アブーバクル、ウマル、ウスマーンと、その次に、カリフとなった、アリーの四代を、聖刀カリフという。ウスマーンはしかし、自己の家系であるウマイや家を重視する政策を取ったため、 クライ種族の他の家系の反発を招き、六百五十六年に暗殺された。次のカリフィをめぐって、ムハンマドの重帝にして、娘婿のアリーと、ウスマーンと同じうまいやけのムアーウィアが争った。曲折を経て、アリーが第四代のカリフに就任した。アリーがカリフに就任するが、ムアーウィアや、ムハンマドの晩年の妻で、初代政党カリフのアブーバクルの娘アイシャはこれに、 反発した。六百五十六年、アリーはまず、アーイシャの一派を、ラクダの戦いで退けた。ムアーウィアは、ウスマーンを暗殺したのは、アリーの一派であるとして、地の報復を叫んでアリーと戦闘に至った。ムアーウィアは、五十七年のスイフフィーンの戦いで、アリーと激突した。戦闘ではアリーが優位に立ち、武勇に優れたアリーを武力で倒すことは、 難しいと考えたムアーウィアは、策略を巡らせてアリーとワギを結んだ。この結果、ムアーウィアは、敗北を免れたことで、ウンマの一方のオスとしての地位を確保し、アリーは兵を引いたことで、支持の一部を失うことになった。アリーがムアーウィアとワギを結んだことに反発した。アリー支持者の一部は、ムアーウィアへの徹底抗戦を唱えてアリーと決別し、 イスラーム史上初の文派と言われるハワーリジュ派、ハワーリュとは、退去した者の,の意を形成した。ムワーウィアは、660年に自らカリフを称した。ハワーリジュ派は、アリー、ムワーウィアとその副将をアムルイブンアルイコールアースに、資格を送った。アリーと、その支持者は、勢力を拡大し続けるムワーウィアとの戦いに加えて、身内から出たハワーリジュ派にも対処しなければならなくなり。 疲弊を余儀なくされた。アリー自身は、ムハンマド存命中の運マ防衛や異教徒侵略のための戦いで活躍したが、それは、多くが数百の手勢を引き、自身も先頭に立って戦う、野戦指揮官としてであり、個人的な武勇や戦術を超えた、数万の軍隊を指揮する戦略や有力な、軍司令官や総督を引き込む勢略では、ムアーウィアにはるかに及ばなかった。ムアーウィアは、 視覚の手から逃れたが、一方アリーは661年に、クーファの大モスクで祈祷中にアブドイコールマルラフマーン、イブンムルジャムにより毒を塗った歯で襲われ、二日後に息を引き取った。正統カリフ四代のうち実に三代までが暗殺されたことになる。アリーの暗殺により、ムアーウィヤは単独のカリフとなり、事故の家系によるカリフくらいの世襲を宣言し、ウマイヤ朝を開くことになる。 これに反発した、アリーの支持者は、アリーとムハンマドの娘ファーティマとの小フさんン、お及びその子孫のみが、指導者たりうると考え、彼らを、無ーのイマームと仰いでシーア派を形成していく。これに対して、ウマイヤ朝の権威を認めた、多数派は、公正スンナ派、スンニパと呼ばれるようになる。シーア派では、アリーがムハンマドから直接後継者に認じられたとし、アブーバクル。 生まる、ウスマーンの三代の正党カリフの権威を認めない、彼らを三奪者であるとして、図書の対象とする子もある。そして、指導者として預言者、ムハンマドの血を引くことを重視し、ムハンマドの娘ファーティマとアリーとの間に生まれたハサン、フサインの二人を、それぞれ、第二代、第三代のイマームとする、シーア派のうち、カイサーン派のみは、アリーと別の妻ハウラとの子、ムハンマドイブンハナフィアを、 第二代のイマームとする。一般にハサンやフサイの血統の人々は、特にサイフやサイードと呼ばれ、宗派を問わず、ムスリム社会では尊敬を受けるが、サイード自身も預言者の光栄として社会から尊敬を受けるべくを立するよう求められており、シーア派のみならず、サイード自身が、ウラマーやスーフィー教団のシャイフなど、宗教的職権を担うことも一般的であった。 イドリース・アッサや、ファーティマ・アッサ、サファ・ビー朝のように場合によっては、ムハンマドの後営を称する人々が政権を担う、ことも多くあった。ファーティマ朝はイスマー・イール派の信仰規範を整備し、シーア派王朝としての正当性を主張し、サファ・ビー朝も神秘主義教団から勃興して十二、イマーム派を、イラク、イラン全土に浸透させ、現在のイラン周辺のシーア派勢力の基盤を作った。 ムハンマドの子女の多くは創生し、ムハンマドの血脈はファーティマを通じて飲み残されたため、ムハンマドの血を引くことはハサンまたはフサインの子孫であることと、ほぼ同義である。イスラームの中でもとりわけシーア派においては、ムハンマドは無病であったとされ、アリーを含めた後継のイマームたちにもその無病性は、受け継がれたと見る。そのためシーア派はスンナ派のハディースのうち、アリーが、 アブーバクルやウマル、ウスマンに劣っていたとするハディース等に関して、スンナ派により、アリーからのカリフの位の散脱を合法するために、寄贈されたものとみなす傾向にある。スンナ派においてもアリーは預言者の娘婿であり、義足として、また四代目の正当カリフとして高い尊敬を受けている。加えて一部には、彼の息子、ハザンを五代目の正党カリフとみなす見解さえあしかし、 全体として、アブーバクルやウマル、ウスマーンのカリフイを認めるスンナ派は、シーア派ほどアリーを高くは見ない傾向にある。アリーの人柄を伝える資料は、ハディースや歴史書などで多い。ここでは、スンナ派、シーア派を問わず、そのような資料から、アリーの人物像を扱ったものを紹介する。アリーとムハンマドの妻愛者は、あまりそりが合わなかったことが伝えられている。 アリーは、アーイシャが砂漠では、触れ、ムスリム男性に助けられ合流したとき、アーイシャとその男性が砂漠で、成功渉を行ったのではないかと非難する、中心的人物の一人であった。最終的には、クルアーンの刑事により、アーイシャの無罪が確定したが、社会的に無罪が認められた。この事件は、アリーとアーイシャとの間に亀裂を残した。 アリーはアーイシャに対して激しい憎悪を公然と表していたことで知られる。ラクダの戦いの後アーイシャ側についたバスラ市民に対してお前たちはその女、アーイシャの兵隊、子息獣、アーイシャの家来だった。そいつが唸るとお前たちはそれに応え、そいつが傷つくとお前たちは逃げたのだ。と言い、アーイシャ自身にも何とかという女、アーイシャは問えば 女特有の思考に囚われており、彼女の胸の内には、鍛冶屋の大釜のように悪意が燃えたぎっているのだ。と言及したエピソードが知られている。また、アーイ社は、アリーと夫ムハンマドが話している時に、間に割って入り、ムハンマドを怒らせたという逸話もある。アーイ社は、アリーの名を口にすることも嫌がり、彼の姿を見るのが我慢できないほどだった。ウスマーンが殺害された後、 人々がアリーをカリフとすることに忠誠を誓ったのを聞き、アリーがそうなる前にソラが地に着けばよいと述べていた。アイシャはアリーを悩ませるための努力を惜しむことはなかった。アリーに対する反乱を引き起こし、その軍団を指揮し、アリーが亡くなった知らせを聞いた時にはひれ伏してアラーに感謝したのだという。アリーは有名な預言者の娘である妻、ファーティマの他にも、 イスラーム法上の権利に従い、他の妻や女奴隷がいた。ガッツャーリは、アリーに対して多くの妻を持つことは、現世的なことではない例として挙げており、スフヤーブ分ウヤイナからのハディースを引用して、アリーは最も禁欲的だったが、4人の妻を持っていたと述べている。また、性欲を抑えきれないとき、現代でいう生存症も含まれる字は、 結婚して、性欲を早く満たすことが、イスラーム的倫理と個人の権利の調和をもたらすということを伝える例として、アリーがファーティマの死後7日後に結婚したことを伝えている。妻ファーティマとの関係では、アリーは悩みを抱えることもあった。イスラームでは、性交渉後にぐする、がする、代を落とすための清め。定められたの所作によって、両手、影とその周辺、ウドゥ 頭部、全身を順々に洗浄するを行うことが義務とされている。スンナとしての初期定によって、ぐするを行うべき状況は、成功、精液の放出、女性の場合は月定及び産結が終わった時、イスラームに入信した時、死去して、意外を清める時である。これらのイスラームの清し、不条感に関わるハディースにもアリーは登場する。例えば、ブハーリーの、申請集、洗浄、 ガスルの書によると、アリー自身のつてとして、彼は、早動で悩んでいたが、妻、ファーティマをはばかり人づてに、ファーティマの父でもある預言者ムハンマドに相談したところ、清めを行い、陰部を洗いなさいと、通常のムスルの戦場の所作と同じ対応を、するよう勧告を受けたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。